三年前を思い出すな、ライザ。うん。あの秘密の隠れ家でのことをね。違うのは、こっちもあれからいろいろ成長してるってことだ。大丈夫だよ、みんながいれば。空気が変わったわ。この先に一体何が。覚悟はしてたよ。ライザ、お前は一つ決めることがある。それで本当にいいんだな。うん、もう決めてるよ。私は人の血を越す大まじないは無より作りし宝なり。それって錬金術のこと？この巨大生物と人間たちの間に光る点みたいなの。遺跡にあった水晶に近づいたらフィーが元気になったの。フィーは僕たちの大切な仲間なんだ。なら、そいつを取りに行くしかないぜ。いくつもの煌めき、この手に溢れそうなくらい、ぬくもりはここに消えない。こんなすごいものが本当にあったなんて。お前、一体何者なんだ。この遺跡にどうしても来たかったから。終わりじゃない、始まりがきっと待っている。お、いい感じ。さすが私、報告できそう。この一撃、グランシャリオ。ライザのアトリエ2、失われた伝承と秘密の妖精。タオとはこれからもずっと仲良くしてやってよ。それじゃあね。12月3日発売。早期購入特典、セーブデータ連動特典、プレミアムボックスも同時発売、スペシャルコレクションボックス。